さ、その麻雀屋の親父がなんかね、自分の手札がなかったもんですから、自分の打つ手がなかったわけですよ。だからお金を払ってカードを買ったんですよ、ネットビジネスというカード。その中でこれじゃんと思ったのがセルフバックですよ。まあ、はっきり言ってセルフバックがあったから私は1億円稼げたと言ってもいいでしょう。そして1億円稼いで余剰資金ができたんで、次の1億円が今度は投資によって稼げたと言ってもいいでしょう。で、その中央を貫くのが情報発信をしていたってことなんですよ。で、情報発信をしていて、それなりにまあ視聴者さんがついてくるとね、まあ拡散力があるっていうふうに見てくださる方もいて、そういった方がこの商売久保さん紹介してみたら、この投資案件紹介してみたらって来るわけですよ。だから向こうから情報が飛び込んでくるんですよね、こちらからあの情報発信してると、うん、でその中でこれはいけるんじゃないかなっていうのを何点か今までお話してきて、そのうちのいくつかが大きく伸びて当たって今に至るということなんですよね。まあ、ですので全部とは言わないですけども、私の情報発信を当てにした方の中では私と同じようなところまで来てる人もいるってことなんですよ。まあ、そもそもスタートラインが私は麻雀店で、他の方は少なくとも働けば働くほどマイナスになるような仕事じゃなくてプラスになる仕事をしたと思うんですよ。まあ、ですんで、あのスタートラインとしては私が圧倒的に不利で、他の方はまあ仕事の経験とかなんかね、ある職種でベテランになるとかってあったと思うんですけどね、うん、私の場合はないですね。だから40までにやってきたことは全部なしになって、そっから始めたことで今に至る。だから私の人生の歴史っていうのはここ8年が全てと言ってもいいぐらいですよね。それ以前の私の仕事の経験とかいわゆる稼ぐことについての何がしかっていうのはあんまり当てにならないです。役に立ってないですね。もうセルフバックから始まって YouTube をしてみたいな、全部新しいテクノロジーによって40代は出来上がりましたんでね、うん、まあ、そう考えていくと今日から始めることをやれば新しい手持ちのカードは増えていくわけですよ。今までの手持ちのカード、手持ちのカードを使えってよく言いますけどね、そのカードを使わないんだったら今日から今日出会ったカードでもいいから使っていけばいいんじゃないかなと思いますよね。で、前回私ちょっとお話したんですけども、人から聞いた情報も自分が代弁して発信するとそこに受け取る人からの信用度がついてもらうんですよね。もともとそのインフルエンサーっていうのがありますけども、なんでその人になんか人気者になったりファンがつくかっていうと、この人の情報をいつもいいのを届けてくれるよねっていうふうに思っていただけるからなんですよ。だからインフルエンサーそのものが情報を作ってるわけでもないんですよね。インフルエンサーさんはたくさんの情報の中からチョイスしてこれとこれとこれって投げてるだけなんですよ。だからオリジナル情報は全くないんですよ。ただ右から左に受け入れをしてるだけです。まあ、ですのでこれもね、重要な収入源になるんですよ。まあ、ですのでビジネス思いつかない、商品作れないってことだったら、いろんな情報の中で精査したものをなんかね、お届けするみたいな、1日2つ3つお届けするみたいなことをやっていけばそれでもいいと思うんですよ。例えばみんなの銀行ってやつあるじゃないですか。あれみんなの銀行なんて別に私が作ったわけでも吉田さんが作ったわけでも誰が作ったわけでもなくて、福岡フィナンシャルグループが外注して作った仕組みですからね。で、それをまあこんなのがありますよって紹介するだけで、今あれでしょ、1500円入るわけでしょ。まあ、1500円入るってことは上限の30万までが結構早く終わっちゃうってことなんでね、まあ寂しいなっていうところもありますけども、まあでもいいですよね。一件あたりの単価が高くなるわけですから、これから参入する方でも大いにチャンスがあるってことと同時に、うん、まあ報酬を上げてきたってことはもうそろそろこれも終わるのかなと思わざるを得ないかなってことですね。まあそれで振り返ってみるとね、まあ何者なんだってことなんですよ。自分は何者なんだと、今まで生きてきて20年30年40年生きてきて自分何者なんですかってことです。自分がこれだけのことをやったと、もし自負するならそれを発信していけば、うん、まあ、注目を集めることはとりあえずできるんじゃないかなと思うんですよ。まずは自分の存在を知らせること、自分が何者ですよっていうふうに言い続けることによって受け取る人がね、認知してくれて、まあなんだよお前みたいなやつは消えていって、あ、なるほどすごいですねみたいな方が残っていって、自分だけのねパーフェクトワールドがそこに広がっていくんじゃないかなと思いますけどね、うん、だからやっぱりね、億万長者合宿の真髄っていうのは発信してますかってことなんですよ、ね、億万長者合宿のあの合宿中にね、私のチャンネルで皆さんを紹介しますよって言ったわけのは、なぜかっていうと
皆さんはね、その億万長者合宿に参加されている方が自分のメディアを作ってないからなんですよ。だからメディアを作るその最初のねブーストとして、私の視聴者さんからあなたのメディアがまだできてない方に少しでもファンが流れればなっていうことをしたわけなんですよね。私としては自分のファンが流れていってしまう可能性がありますから、誰かを紹介するなんてやりたくないですよ、特にタダではね。でもそこまで考えて、もう皆さんのメディアをぜひもう構築してくださいと、おそらく情報発信をしたいと思ってる人の中で少なくともね、チャンネル登録が1万人以上の人のアカウントで紹介してもらえることってのは一生ないと思うんですよ。で、そのチャンスをチャンスと捉えきれずに、なんか半ばね、カリキュラム的に強制的にやらされたから仕方なく対談をしましたみたいなことになっちゃってるんだとしたら、もう全くその情報発信の価値を理解してないと言わざるを得ないかなと思いますよね。だから情報発信の価値をもともとね、理解しないといけないかなと思います。まさに情報革命ですかね、それが。それでは、いってらっしゃい。